オープン前から店の前にずらりと並んだお客さん。今日大阪梅田にオープンしたのは香港点心専門店ティム・ホーワンです。香港の本店では2010年から13年連続でミシュランの一つ星を獲得していて、しかもその味を一品580円から楽しめるため、世界一安いミシュランレストランとも言われた人気店なんです。大阪にも来るっていうのは結構周りでも話題になってて、台湾にもお店があってすごい並んでるんですよ。一回食べてみたいなと思います。この春巻き超美味しいです。超美味しいですか？超美味しい、超パリパリ。そしてこちらが人気の一品、チャーシューが入ったメロンパン。これメロンパンの匂いが、サクサク、中のチャーシューが具だくさん で、チャーシューの濃さとメロンパンの甘さがいい感じにマッチして、これ何個でも食べられます。また大阪だけの限定商品もあるんです。大阪らしい、トラと、こちらは香港でも縁起がいい動物なので、それを合わせた、メニューを考えさせていただきました。売りである手作りっていうところはもう貫いて、もう皮から手作りで点心を作って、やっぱり美味しさっていうのは追求し続けてやっております。手ごろなミシュランの味を大阪で楽しんでみてはいかがですか？速報原稿です。明日のポイントは何ですか？この高気圧に注目です。今日の知りたいに全速前進。今入ってきたニュースです。